すごい残念なことなんですけど、ね、うん、決意のお知らせですね。はい、どうもこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがはさまるさんです。はちまる、はちまる、はちまるだ、はちまるだね、はちまるさんだ。すいません、分かってたのか、ごめんなさい、挟まってないし。はちまるだったんですけど、うん、ひらがなで覚えてて、ちだけ反転しちゃって、あー逆っぽいんだからね、はい、形が3になっちゃいました。はちまるですね。はちまるです。はちまる、はちまる、うん、はちまる、クリステルのやつ。いつもありがとうございます。クリステル並みに落ち着くなって。いつもお世話になっております。それは三森くん。いや僕以外も使うわ。その80以外の名前があればね、なんとか覚えられるかもしれないです。そんなわけないって思っちゃうんで。本名なんて言うんですか。中川翔太です。お前中川翔太って言うの。ジジジ、あら、東北出身だ八川さん。はい、一緒に伝説作ろう。始まりました。ということで始まりましたけども、うん、マジで切り替えるしかないことではあるんですけど、はい、普段から見てくださってる方にも、まあもちろんその時僕もショックだった残念なお知らせといいますか、はい、がありまして、うん、ウエストウッディオシカクワガタのカズミアイ、はい、前頭結果的に卵2個取れたじゃないですか、はい、で3ペアで卵2個、うん、でその卵がどうなったかっていうので言うと、はい、一応1匹孵化はしてきてました。おお、うん、これはすごい嬉しいこと。はい、うん、で幼虫自体がどうなるかわかんないですけど、とりあえずその1匹ね、うん、だから3ペアで1匹孵化してくれたのはすごい嬉しいことで、はい、うん、それ以外に残念なことっていうのがあって、うん、まあこの動画が上がってる頃には出てるんですけど、はい、カズミアイ、うん、ペアで実は買ったじゃないですか。はい、買いました。さん、うん、覚えてますよ。はい、オスが欲しいになりました。オスが、そう、今度は、はい、でまあちょっと出しましょうか、オス。そうですね、はい、ちょっとオス出させてもらいます。お願いします。はい、こちらです。はい、はい、こちらこんな感じで、うわー、だからこいつはだから 77.5mm の子か、うん、で、だから今年の1月28日に羽化し確認して、はい、今年の9月末に餌を食べ始めてた子っていうので、うんうんうん、購入したんですけど、即ブリというか、その今期ブリードできるやつっていうので、はい、購入したんですけど、メスがまだちょっと餌の食い方がちょっとよ、うん、少ないかなっていうので、はい、ゼリー1個食べ終わったら産卵セット組もうという感じで、うん、まあ動画外で多分産卵セット組みますみたいなことを言ったんですけど、はい、メスがそんなにうまいこと食べてくれなかったんで、うんうんうん、ちょっと粘ってて、で、オスはもう結構がっつり2、3個ぐらい餌食べ始めてたんですけど、はい、4つ目とか5つ目ぐらいのゼリー交換の時に、うん、だからまあ突然星になってまして、うん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 、その原因も分からず、そうなんですよ。だからうちに来て10日ぐらいかな、うん、早っ。10日、まあ2週間弱で星になっちゃって、うん、で、メスはようやくなんか2週間ぐらいでようやく餌食べ始めたから、そろそろ組めるかなっていうところでの星になったんで、うわ、これはショックや。はい、だから産卵セットも組めず、うん、なんかペアリングもできず星になっちゃいました。うわ、そう、それがね、だからもう視聴者の方にもなんか購入しましたで、うん、まあどうなってる、どうなるかまだわかん、まだ上げてないんで、はい、この動画上がってる頃に上がってるんで、うん、あれなんですけど、だからまあその時にまあ多分、まあ、頑張ってくれっていうふうに言ってくださる方とかも、はい、おそらくいらっしゃるでしょうし、うん、前のね動画で結局失敗しちゃった、3ペア購入して失敗しちゃったっていう時もすごい慰めてくれて、はい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 、そう、そういう状況の中でのだったんで絶対成功させたいっていうところだったんですけど、はい、もうそのペアリング組めないという状態になっちゃいました。マジか。はい、すごい残念なことなんですけど、うん、そう、まあでもこればっかりちょっとまあ生き物的な部分の、うん、なんだろう、まあわからないところっていうのはあるんで、うんうんうん、まあ仕方ないかなと。まあそう、ショックではありますけど。そうですね、もちろん、うん、そのまあ金額の部分とかもねあるし、うん、その自分の中でなんていうんですか、その言ったら結構な値段するんで。そうですね、その身を削ってじゃないけど、うん、まあでもそれももうロマンだし、はい、その額に見合うと思って僕は購入したんで、うん、そこはしょうがないけども、まさかそのチャレンジもできなかったかっていうショック、うんうん、っていうのがあって、そう、残念な結果に終わっちゃったんですけど、そう、だからこそオープニングは
笑顔でいたかった。いや、まあ確かにね、はい、いやでもあんなんじゃ打ち消せないぐらいすごいな。まあはい、だから、実際のところこいつが欲しいなってから1ヶ月2ヶ月ぐらい経ってます。なるほど、はい、はい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 。そう、ただまあタイミングもね、うん、やっぱまあちょっと傷が癒えない部分とか、うん、もあり動画撮れなかったっていうのもあるんですが、まあなんて言うんだろう、まあすごい残念な報告にはなるんですけど、はい、うん、この1ヶ月半空いた理由として、はい、本当に僕も驚く、うん、驚いてますけども、うんうんうん、カズミは買いました。え、はい、あ、マジで、はい、またそもそもだってね、あのメスが買いましたよね。はい、オスメスペアを購入して、はいはい、またリベンジになって、その時のオス今なくなって、はい、で、もうオスをまたってことで、そう、オスをだから他のあの、ペアリング組んだ子たち、うん、だから最初に買った3オスの子たちと掛け合わしたいとこだったんですけど、はい、ちょっと弱り方が結構弱ってきてたんで、うんうんうん、で、実際今もう実は欲しいなってるんですけど、はい、カズミヤへのオス、うん、それになった時にちょっと、まあうまいことかかんなかった時のリスクがすごいかなっていう、うんうんうん、で、まあメスが残ってて、まあなんだろう、ヤフオクで、まあもし飼育されててメス欲してる方がいたら、そこもあるから出品っていうのも一瞬考えたんですけど、うん、まあさすがにちょっとそれは、うんうんうん、不完全燃焼すぎるなと。確かにね。いうところで、ずっと探してて、はい、ただね、時期的にこのタイミングってもう産卵シーズンじゃないんですよ。その産卵セット組むシーズンじゃないというか、はい、時期的に言ったらもう10月とか9月とかにはもうそのシーズンの交尾できる子たちって、出品とかも販売もされなくて、はい、もうこの時期はもう来年、あ、そう、来年まで寝かして、うん、来年産卵セット組んでくださいっていう子たちしかいないんですよ、うんうんうん、なんですけど、そのだからもう結果的に見つからなくて、はい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 、もう一か八かで、うん、来年ブリード用として売られていたやつを買いました。お、今年かけるってことですか、それは。今年かけてみようと思ってます。すごいな。いや、だからもうどうなるかわかんないですけど、うん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 、ちょっと出しましょうか、はい、購入したやつお願いします、はい、こちらです。はいはい、こちら、うん、はい、買いまして、まあ、産地も一緒の、産地が違う子だったらいたんですけどね。あー、そっか、そうなるとまたダメなんですもんね。そうなんですよ、はい、なんで、産地が一緒の子っていうので、うん、販売されてたやつをもう買って、はい、これが今年の7月羽化ですね、うん、オスメスともに、はい、なんで今休眠期間でいうとまあ5ヶ月弱ぐらいって感じで、はいはいはい、まあ半年からまあ1年ぐらいあの休眠してから産卵セット組むのが主流なんで、うん、どうなるか本当に分かんないですけど、でも前ツイッターで見た時に結構早めに活動開始した、はいはい、3、4ヶ月ぐらいで活動開始したペアからも幼虫取れましたみたいなツイートとかも見かけたんで、うん、まあ、そうなってくれればいいなと。そうですね、いうところで買って、今だから本当だったら寝かせる時は15度とか15度以下ぐらいに、うん、この時期だとの場所に保管するんですけど、もう22度ぐらいでちょっと活動するのを促す状態で管理してるって感じです、はいはいはい、だからもうこの子と一緒に来てくれたメスはもう餌食べ始めちゃったんで、そうですね、2021年の1月に羽化した子だから、はい、まあもう活動開始してからは1ヶ月ないぐらいですけど、うん、まあ羽化してから10ヶ月ぐらいだって、結構経ってますね、11ヶ月ぐらいか、はい、経ってるんで、一旦とりあえず温度低い場所、12度ぐらいの場所で、はい、ちょっと休眠じゃないけど、うん、なんか、まあ、活動しにくい場所で、うんうんうん、一旦休んでもらってる状態で、この子たちが活動開始したらまた起こして、あー、それに合わせて、はい、産卵セット組もうかなっていう状態です。はい、だからこの子たちを眠らして休眠させて、来年1オス2メスみたいな感じでやるのも考えたんですけど、はい、やっぱりどうしても1年以上経つと生殖機能が落ちちゃうとかっていう話も聞くし、あとはもう1回もう餌も食べ始めて活動若干してるんで、はい、その前回買った子に合わせた方がいいのかなっていう、うん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 、のでこの子たちを今22度ぐらいの場所に置いてますね。お、はい、だからもう買いましたっていう、すごいな、2つの衝撃というかね。そうですね、うん、もうだからもう値段はもう今回は言わなくていいかな。わかりました、はいはい、もう、ね、値段じゃない部分のサムネなので。あ、そうかそうか、はい、あくまでもね、再々チャレンジみたいなことですね。そうですね、だからまあ値段とかもし気になる方は、うん、まあ、過去動画見てもらえたら嬉しいですけど、はい、そうだからまずちょっとぜひ見てほしいですね、うん、この子たちでなんとか、いやー成功してほしいな。とりあえず今の現状をね、うん、そっちがオスかな、はい、こっちがオスですね、はい、おお、はい、これね、
まだ休眠中で、もう足とかしっかりしてるんで、うんうんうん、もうちょっとで起きてくれるんじゃないかなとは思ってるんですけど。そうだな。いや、どうですかね、まあ。だ今季、うん、5ペア目ですね。うわ、すごいな。信じられないです。なかなかね、はい、見つけるのも大変な中。そうですね、だからもう止まらなかったって感じです、もう。ここまで来たら、うん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 、なんかずっと洞窟の中いて、うん、そうもう進まざるを得ないというか、はいはいはい、もう戻るよりも、進む方がいいのかなっていうので今回、もしそのなんだろう、だからこれが7月とかじゃなくて、うん、これが10月とか、はい、羽化、うん、最近羽化しましたみたいなやつだったら諦めてたんですけど、そうだね、はい、7月だったらそうか、7月だったらまあ可能性なくはないんじゃないかなっていうので、うん、ちょっともうやらせてもらいます。はい、でも逆にねこの、半年以内で休眠終えて、うん、こっから産卵セット組んで成功するようだったらまたちょっと幅も広がるんじゃないかなみたいな、そんな休眠じっくりさせなくてもいいんだっていう、はい、ところにもなると思うんで、まあ、検証も含めやらせてもらおうかなと思うんで、おお、そうだから残念なお知らせとちょっと決意のお知らせですね。すげえな。いやまあドキドキしてます。これでちょっと無理だった時僕はもう、うん、和見愛と共栄 NG なんじゃないかと思うんで確かに呪われてると感じちゃうねまあでもほんと運いいのはやっぱ和見愛もウッディも、うん、まあ、定期的にやっぱ飼育してる方もいるんで、うんうんうん、定期的にいろんな場所で販売されたりしてくれてるっていうのがすごいありがたいことで、はい、僕まあもともとヤヌスゾウカブトって言われてたやつは、まあ、結局浮かずれでうちのやつは産卵セット組めず、はい、だったんで、でもブリードしたかったんで結局購入して、うん、そしたらメスが突然活動開始したと思ったら結構早めに星になっちゃって、あ、うん、それで結局類代できず、うん、探してはいたけど結局買えずで、はいはいはい、であの系の増加ぶとって2年ぐらいかかるんで、わ結構かかりますね、はい、2、3年かかるんで、うん、そうなった時にもう入荷してきてないんで、その産地の子が、はい、だから単純に言ったら2年とか2年半ぐらい待たないと次買う機会ないんですよ成虫がすごいな。そう、それで考えたら、うん、その今購入できるんだったら買おうっていう決断になりましたね。はい、でまあメスもオスも、うん、まあ、見た感じはすごい元気で綺麗に爪もしっかりしてるし、はい、うん、こっから活動開始してくれれば、うん、うん、なんとかそうだなっていうのはあるんですけどね。うん、いやだからウエストウッディオオシカクワガタ原名の方がすごい、はい、うちで言うとクワカブの部屋で言うとすごい今までで、うん、僕の中で一番うまいこと言ったんで、はい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 、その流れでカズミアエも2年越しの克服っていうところでチャレンジ、うん、満を持してチャレンジした状態でもうボロボロなんで、はい、素で VS 兵器の戦いみたいな、もう確かに、ね、勝ち目がないぐらいねぐらいの感じで今状況なんで、はい、うん、素手でも勝てるんだぞ。はい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 。武器ってなそうだったけどな、今震えてたって兵器を前に最後ゾゾって言っちゃうすいませんまあでもだからもうなんとかね皆さんに夢を見せるためにも、うん、僕も笑顔になるためにも、はい、意を決した購入です。うわー、はい、いやこれはだからすごいね、なんかこう応援したくなるというかね。いやそう、はい、そうなってほしいですね、ぜひ。いや頑張るんで、うん、だからもうこうなってきたら今年1年の、まあ、やっぱ和見愛がメインなぐらいの感じなんで、その紆余曲折の部分で言うと、うんうんうん、はい、じっくり腰になった次の日に購入しに行って、うん、購入して、満を持してもういっぱいつぎ込んでやって卵2個取れて1個だけ孵化してくれたっていう状況で、もう大撃沈だった。そこからもう一回奮起してワンペア購入して、うん、その産卵セットすら組めずっていうことになっちゃったんで、はい、やっぱまあなんだろう、日本の言葉でもあるように5度目の正直。聞いたことない、はい、2個足してんの。ワインセラーも笑ってますけど。あ、そうなんだ。はい、それはどうかわからないから何度目か、ちょっとドライすぎないですか朝日スーパードライじゃないですか。いや違う、お酒いやまあまああれはそうだな、うん、はい、ということでちょっと無理してはいるんですけど。確かにだいぶな、はい、うん、でももうだからあとはもう産卵セット、だから産卵セットはもうこの子たちが休眠から溶けて餌食べ始めたら速攻組みたいところですけど、はい、しっかり餌食べてから組もうと思うんで、うん、多分動画外になると思います。はい、はい、でこれ万が一の話ですよ。いやもうちょっとそうなんだね、はい、僕あれなんであれですけど、うん、そう万が一、うん、まあ嫌ですけどそのオスが星になったりとか、はい、類代あの産卵セット組むことができなくなったみたいなことになった時は、うんうんうん、多分動画上げる気力はないんで察してください。マジか。その時はね、
あげた方がいいのかな。うん、それでもこいつあげるんだろうなと思ってたけど。どう？いや、あげれるから。どうなんだろう。でもまあ、教えてほしいからな。まあなあ。うん。でもむずいですね。そんな見たくないでしょ。いやでも意外と結構気になってる人多いと思います。そういうなんかね、途中経過のやつ、まあね、あれどうなったのみたいな。はいはい。そうか。うん、まあだからその時はその時の僕に相談します。そうだね。うん、まああと質問コーナーとかにね、質問返してる時、はい、あと、カズミアイダメでしたとか。いや、最悪だな。ボソッと入れるとか。最悪でしょ、そんな。僕も落ち込むんで、そんな、そんな感じで言うのも。そうか、そうか。まあ、ないことは本当に嘘しかないですよ。まあ、そうですね、それがないっていう。うん。うん、ちゃんと産卵セット、採卵のね、次動画が上がる感じになると思うんで、はい、ちょっと待っててほしいですね、はい。はい。で、多分まだ休眠解けそうにないんで、12月、だから動画に上がるのは1月以降とかかもしれないですね。あ、来年、はいはいはい、だからこいつらのその活動するかしないかにの部分次第では、うん、その一回餌食べちゃったけどこの子前回購入した子をもう無理やり一旦眠ってもらうっていう、はい、うんうんうん、でこの子たちの万全な状態の時期まで粘るパターンになる可能性もあります。だからそればっかりちょっと分かんないですね、うんうんうん、あ、じゃあまあでもそうか、そう考えたらやっぱどうなってもだから欲しいになった場合もあげるんで、はい、なんかこの動画が出るまではもうちょっとなんだろうな、心に秘めて待っててもらえると嬉しいですね、うん、採卵、そうですね、なんか次の動画は採卵か、うん、マジで考えたくはないけど欲しいなっちゃったっていう報告かもしれないって感じです。はい、はい、これ怖いね。いや、めちゃくちゃ怖いです。これ関連のね、次のサムネもそうですね、うん、サムネで分かるんでね。そうだよね、明るいか暗いかは、うん、財なのか、うん、欲しいなってる子なのか、うん、僕が一人正座して座ってるのかこの3種類のどれかになると思うんで、そういやちょっとドキドキしますね。はい、うん、だからもういろいろ DM でもたくさんいただいて、多分前の動画でもすごい言ったんですけど、うん、DM でもいろいろやり方とか、僕はこうやってこう取れましたよとか、こういう感じで類代続けられてますよとかいうのもすごい言ってくださって、はい、いろいろアドバイスいただいてるんで、うん、今回こそは。そうだな、マジでお願いしますよ。そうですね、七転び八起き、うん、はい、それ待ってますですね。はい、行かしてもらおうと思うんで。もっと転ぶつもりってことね。いやいや違いますよ。まあそうか、数字的にはね。まあそうだから、はい、そう、四転び八起きで、四転び、実つまわないって転んだ回数、空白の起きた回数、すいません、空白の時間あったんですけどそうか、四転び五起きで、はい、やっていけるように。そうですね、はい、はい、行きましょう、うん、どうですか。いやだからね、まああのね、カズミアイが亡くなったのが1ヶ月前みたいなの言ってまして、はい、三森くんが一時なんか200話ぐらいポケモンまとめて見てたのは、はい、今思えばあれ治療だったのか。いや違いますよ傷を埋めるためじゃないです。ごめん、俺と平子にあれ気持ち悪いって言ってたからね。いやいやいや、ちょ、ごめんなさい、気持ち悪いって言うなよ、陰で表で言ってください、一緒に全然。でもよかったそれはね、結果ね、はい、こうやってね、また挑戦するエネルギーになったので。いや、そうですね、うん、いや、よかったです、はい、いや、もうマジでめげないんで、僕は、はい、もう皆さんと一緒にもうこのチャンネルで、うん、カズミアへのドキュメンタリーを作れるような、はい、動画にするんで、はい、待っててほしいですね。そうですね、うん、ということになります。はい、はい、いや、頑張りましょう。そうですね、はい、まあ、だから活動するの、もうワクワクはすごいあるんで、はい、こんなにチャレンジさせてもらえる人生だとも思ってなかったんで、うん、そこで言うともうひときわ輝く綺麗な卵を見つけて、はい、うん、ちょっともう喜びを分かち合う動画にしたいですね、次は。そうですね、うん、でもうバクテリア剤とかの準備ももう万端なんで、はい、うん、あとはもうこの子たち待ちなんで。そうか、はい、頼むよ。マジ頼みますね。うん、うん、いや、なんでぜひちょっと気になった方は引き続き見守ってもらえると嬉しいです。はい、はい、止まってるって。いやいや、違う、あ、ごめんなさい、負けが、すいません、負けが多いになってるよ、もう。いやいや、そんなことないです。最悪の未来を想像しすぎて。いや違いますよ、全然全然強気なんで、マジ100個産ますんで100個産んでもらう。100個やりすぎだけど、さすがに。いや、でもだから今までのいろいろがあったから、うん、次の結果が生まれたんだとそう思ってもらえるように頑張るんでね。そうですね、はい、一緒に頑張りましょう。はい、頑張りましょう。カジマルさんとやるんで、次の動画。確かにね、これは本当覚えてるんで、はい、僕毎回、はい、思い入れ的にもね、うん、はい、八丸さんと1回目やって2回目からはイズイで、はいはいはい、はい、行こうと思うんで。え、2回目からイズイさん、はい、マジか。いや、悲しいって。いや、イズイもね、やっぱ一緒に買いに行ってくれた、あ、はい、カメラマンですから。あ、そうかそうか、確かにね、その2人でやっていきます、はい、そうですね、これに関しては、はい、まあ、具志堅はね、はい、ちょっ
ちょっとあれなんで、はい、確かにね、わからないからね、はい、ここまでの歴史を。そう、年中正月ボケなんで、ぜひ来年始まったらいいけどね。あ、そうですね、正月だから。確かに、うん、まあどうなるかわかんないですけど、はいはい、そんな感じで、まあ報告ですね、トータル的にご報告の動画になりました。はい、はい、なんで？まあ以上ですね。はい。はい、はじまさん何かありますか？いや、言ったっていろいろと。もう、これ、さっきも聞いたよ。どうですか？本当です。そう言った。まるまる使われない可能性ある。いやいや、もう、不謹慎なこと言ってないんで。マジで。大丈夫かな？大丈夫ですよ。あれ使えんのかな？いや、そんな悪いワード言ってないわ。大丈夫ですか？うん。牛乳のことを、モカって呼ぶなやって言ってませんでした。どうかわからんけど、それがなぜ使われないか謎。あ、違うんですか？いや、だから、モカだから、多分、ラテだからじゃないですか。はい、ラテ、はい、あ、はい、牛乳、はいはいはい、牛乳はラテだから、うん、もうモカじゃないからじゃないですか、牛乳確かに、それは、まあ、ここ自体が使われないかもしれない、使われない可能性、全滅全滅で使わない言葉今日だけはダメですね、はい、はいということで、まあちょっとね、うん、正直前回のやつも拭えてないんで、そのショックの部分はね、まあ今視聴者の方も同じ気持ちかもしれないですけど、はい、ちょっと前に向かっていきましょう。はい、はい、そんな感じで今回動画以上になりますけども、18時45分からも動画上がりますので、そちらもぜひチェックお願いいたします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。